皆さんこんにちは。本日の勝ちガマフィット直送ムービー担当のサオリンこと田中沙織です。4日間にわたって争われてきました中京スポーツ創刊50周年記念競争ガマ号リボートキング決定戦、本日はシリーズの最終日を迎えました。さあ最終日なんですが、現在は時計時刻午後2時を示しております。水面状況です。はい、小雨なんですけれども雨が降り続いております。続いて風を見てみましょう。空中戦吹き流しの揺れは緩やかですね。競争水面は穏やかです。本日の気象予報です。最終日、今日はずっと雨予報ですね。そして風はそれほど強くは吹かなさそうです。昨日3日目はこんな感じで1レースから最終第12レースまで気温、湿度、気圧の変化がありました。4日間の変化を見てみましょう。こちらは先週入り1時30分のものなんですが、今日は気温22度、湿度 78%、 気圧が1011ヘクトパスカルです。今日が4日間を通して一番気温が低く湿度が高い1日になりそうです。本日最終第12レースに争われます優勝戦メンバーもここでご紹介します。優勝戦1号艇小畑美成、2号艇山崎哲司、3号艇松尾まつり、4号艇別府まさき、5号艇鈴木茂正、6号艇星野太郎、以上の6選手です。ガマ号リボートキング決定戦、一体どの選手がシリーズの頂点に立つんでしょうか。ご期待ください。